それでは、ダイエット法に関するね、お話の、2回目、ですね。最初にね、ストレスに関する話をしました。食べ過ぎてしまうのは主にストレスが原因だと、そういう話をしましたが、ある程度ね、ストレスね、解消ね、する方法を見つけた、ね、対処をね、始めたというんであれば、今度はですね、やはり運動が大事だと思います。体を動かすことですね。で、この運動についてね、一緒にやっていきたいと思います。ポイントの一つはですね、長続き、させようという思いで始めた方がいいですね。だいたい長続きがしません。だいたいね、その原因も分かっています。難しいことをやりすぎてるんですね。いきなり体を動かさなくて私はいいと思います。まずはですね、呼吸法をですね、呼吸といっても簡単ですが、難しいことはやりません。呼吸法によってですね、最初の話とも関係してきますが、ストレスがね、解消されていきます。吐く息を意識することでストレスが解消されていきますので、そういった意味でもね、まずイライラをなくすことが、大事です、ね。ダイエットを始めるときは、まずはね、体を動かそうと思ったら呼吸法をやってみましょう。でその時ですね、まず一緒にね、やるのはですね、最初に、いつでも、どこでもいいですから、この片手でお腹に手を当てます。で、口で結構ですから吐いて、そう、お腹を少しへこますのを意識してみてください。まずこれで結構です。で、鼻から吸ってくると。で、また吐きます。で、また吸って、で、吐きます。ほんの少しでもいいんで、1ミリでもいいですから、へこませてみてください。で、吸います。で、吐きます。肩はね、力入らない、首も力入らないようにしてください。で、戻すと。はい。まず、こんな風にですね、自分の呼吸を意識して、いきます。それで、十分です。気持ちが落ち着いてきますんで、これでしたら、仕事の合間、あるいは家事の合間、とかにね、おすすめですので、もちろん立ったままでも結構ですし、椅子にかけたままでも結構です。どっちの手でもです。右手でももちろん結構です。お腹に当てて吐いてへこませてみると、意外と難しいと思います。普段当たり前にする呼吸を意識していくんでね、まずはこれをやってみてください。はい、以上で終わります。どうもありがとうございます。